前回ね、開局規定のソーソロフエートっていうのをちょっとね、練習したんですけれども、5点目の候補手を8台まで最大置けるっていうお話でした。というわけで、5点目のね、置き方っていうのをどう考えていくかっていうのは結構な大問題です。はい、初めにね、この4種交代うちに直面する最大の問題だと思っても過言ではないので、それをちょっとね、ニワトリさんに今度はね教えてもらおうかなって思います。今日もよろしくね。はい、ニワトリさん、まず黒が強そうなところと相手に打たれた時に困るところに注目してください。ちょっとやってみましょうかね。適当に、はい、構成、はい、適当にこんな感じで打ちますね。で、マックス8台やってみましょうか。はい、ここでどう考えていくかですね。黒が強そうなところって、まずこう、ツイ3引くとことか、あとは、連を作るところ。ね、これなんか、矢倉っていういい形でしたよね。まあ、普通にこういうね、連を作ったりするところも良さそうですね。あとはですね、こういう形でよくあるパターンっていうのが、はい、この桂馬の形、まあこっちでもいいかな、こっちでもいい。桂馬系って強いです。ね。なぜなら、次に、飛び散したり、あとはこうつなげたりするとね、ここでもいいですね。すごく石がつながりやすいんですね、桂馬の形っていうのは。今すぐは連は作ってなくても次に強い形が作れる。で、おまけにですね、これは白がもしね、フリーだったらどこに打ちたいかっていうのを考えると、例えばこういうとこに打つと強そうじゃないですか。ね、連を同時に2つ作ってますよね。で、その時にこれが先受けしてますよね、縦の連を。ね、何にもない状態でこれ赤のとこに打たれると結構忙しく感じませんか？はい、縦も止めたいし斜めも止めたい、忙しいよってことになりかねないので、先に止めとくという意味もあります。で、同じような理屈で、はい、こういう手も実はあるんですね。その打たれた時のに嫌だっていう。で、例えばこれも次にね、こういう風につなげて1とつなげたりとか、ここにつなげてね、3個同時に連を作るとか、いい形になるので、先受けするっていうのはね、一つの考え方。そのためには相手に打たれた時に困るところに注目するといいでしょう。はい、他には先受け、こんなところもあれかな。おー、なんかちょっと怪しくなってきた。ちょっと待って。はい、ああなところでいいかな。はい、じゃあ次、九月やってみよう。大変なんだよ、いろいろ。はい、九月です。みんな大好き九月です。九月は3台ね、連を止める手が3台ってよく言われてます。はい、これで考えてみましょう。黒が強そうなところどこですかね。はい、まず連を止めながら作る手、もういかにも強いですね。ここも強いですね。ね、連を止める手っていうのはマイナス1点にする手なので、かなり強いです。で、次に相手に打たれた時に困るところ何かってちょっと考えてみましょうね。さあ、もう一回あの赤いやつを持ってこよう。あ、君がなぜ持ってこれないんだか。これが邪魔してるな。いや、この子、はい、この子、はい、ここです。
るとすごく嫌です。例えばね、ここに先受けしとく、ね、先にカバーしておくなんて手がいい手になりやすいですね。はい、退場。じゃあこういう手ダメですか。2個同時に連を作る手、ね、でちょっとやってみましょうか。適当にこんな感じで OK して、これを選んだらどうなるでしょう。はい、でこれ上手い手に見えるんですけど、さっきの白の打たれたら困る箇所、はい、やってみると連を止められながら一気に2箇所連を作られました。というわけでマイナス1点プラス2点で差し引き3点の手が次にやってきたんですね。でなんか嫌だなと思ってやっても、あれ3引いて、あれいきなり詰んじゃったりしますね。はい、すごく危ないです。なのですごくうまそうに見えてこの手はちょっとジョーカーでしたね。この手ね、私がね、他にもね、最初に競技会に出た時にハマったのが銀月ですね。銀月で、まあ、いや、同時に2箇所連を作れるだろうっつってここ置いたんですね。そしたらバンってされてこれね困ってるんです。3を引くと3で取られるね、速度負けしてますね。で連を止めるとこんな3三金があったりして、はい、自分がプラス2点で速度を勝ちしたと思ったらそれを止めながらね3点の手が来ちゃったので一気に逆転しちゃうんですね。こういうところはすごく注意してください。はい、他にはですね、はい、対象系の話をしたいと思います。また9月に戻りますね。はい、この4やってみましょう。これマックス8台やってみましょう。はい、よく見るとこれ対象系ですね。で、決まり事でルールで、同じ形だったらこことかこことか、はい、対象の場所には打てませんと、どっちかにしか置けないっていうルールがあります。でレンジの場合はですね、すごく盤までの距離っていうのが大事になってきます。例えばこれだと盤まであと4マスしかないですよね。でこっちだと、はい、なんだ、あと6マスぐらいあるのかな、5マスありますね。こっちもすごく広いです。なので数学的な見地で言うと全然違うんですけど、ね、ことソーソルフエイトのこの5手目に関しては同じとみなされます。でこっちだと勝ててこっちだと勝てないみたいなこともたまにレンジでは起こるので、そういうのもちょっと注意した方がいいかもしれませんね。はい、まあだいたい広い方から止めた方が得かもしれないですね。はい、じゃあ次はレンを2個同時に作るとことか、3を引くところ、レン作るところ、レン作るところなんてこんな風にやってね。あとはここですね、2と4の交差してるところにね置くと、こういう相手に打たれたくないところに打つみたいなのがいい手になってきたりします。はい、じゃあ次のお話ですね。はい、同じ形に合流しないか探そう。例えばですね、はい、水月スワップしますか。いいえと、でこう白4がありましたと。はい、さあ、まあ1台と、まあいろいろあるんですけど、これベンジャーズを1台にしてるんですけど、はい、さっきまでやった9月と同じ形に戻る場所が1個だけあります。わかります？はい、ここですね。はい、ここだと
旧月の形からね、読んで、この3つが旧月の形ですよね。で、読んで止めて、1でね、打たれたくないところに打とうって言ってさっきやりましたよね。この1、同じところじゃないですか。なので、旧月と水月って全然違うんですけど、そういえば、いつも私がやってるあの形と同じになる、なんてところがね、たまにあるので、そういうところ発見したら置けたりします。はい。もう一つは何だろう。そうですね。5手目に対する6手目が白にとって都合のいい。そんな箇所は要注意です。まあ、さっきもね、金月と旧月やったんですけど、一見強そうなところで、相手の応手を考えてないと偉い目にあったりします。例えば、ここですね。はい。これ、次にこうやられちゃうと、連を止めながら矢倉の形に組まれて、よく見ると黒にはね、連ができてないので、いきなり速度負けしてますね。まあ、一般的に連手っていうのは、黒が最初に速度勝ちしてて、先に置けてる分、攻めができるんですね。攻める権利がある。ところが、序盤でね、白にいきなり速度勝ちされてしまうと、白の方が金手とかいろんな勝ち方があるから受けに回るのすごく大変になってきます。こういう一見良さそうなところがダメだったりしますね。例えば優勢で、はい、これですよね。まあ、大抵なんか連を止めてない時3が候補手に上がること多いです。3引けるところね。まあ3止めるところはもちろんいいでしょう。あとなんか連を作るとこやってみましょうかね。ところがこれって、はい、6手目の形が超いい形ですね。わかります。これもね、やっぱり三金ポイントですね。例えばこうやっちゃったりすると、こうやってこうやってこうとかね、はい、困ります。随性やろうかな。いいえ、はい、まあ便座上一台にして、はい、随性のこの形2台って言われてるんですけど、例えば連止める手が当たり前に良さそうに見えるじゃないですか。やっぱりこうやられて、あ、違う、やっぱりこうやられてすごく困りますね。はい、こんなとこかな。最後のね、5手目に対する6手目のことまで考えられると、すごく、なんていうのかな、幅が広がるので、そこまでやるとね、万全だと思うんですけれども、最初は黒が強いところを、まずは考えてください。で、その後は、白の攻めを先受けするところ、それが無難ですね。で、最後に確認で、ひょっとしてこれ、もしかして白に上手い手がないか、そこまで確認するといいかもしれませんね。はい、それでは、頑張ってください。ご分を祈ります。では。